マジで今時全滅使えるセンチュリーなんてあんのかよ。ああ、地元の常連客しかいそうにないぬるいホールだから今日も余裕でぶっこ抜けるって。じゃあ今夜はお姉ちゃんのいる店でパーッと行くか。ああ楽勝よ。ほらあの店だ。あ？あれ？なんだよ、意外に並んでんじゃん。大丈夫か？あれ、おかしいな。まあ、パチンコの客かもしれないし、とにかく並ぶしかねえだろう。ああ。奴らだ。了解。C 店のセット可能台の存在がグループ以外の人間に知られ、タコ出しされてしまった以上、ホール側にもセット台がバレるのは時間の問題。タコ出しした連中もすぐにまたやってくると思われ、だったらその前に自分たちの手でぶっこ抜いて終止符を打ってやろうと二前青年たちは集まったのであった。じゃあ打つのは目押しの早い竹に金ちゃん、それから三島頼んだぞ。はい、はい、けどいきなり目立った真似はすんなよ。まずは様子見ながら慎重にな。初っ端からマークされて早々に追い出されたら意味ねえからな。他のみんなはこいつらが打ちやすいようにガードやサポートに回ってくれ。なあ任せとけ。お待たせし、なんで今日こんなにお客いるの。よし行くぞ。いらっしゃいませ。焦るな、普通に普通に。ったく何もたもたしてんだよ。おい順番だろ。おおい気をつけろよ。ぶつかってきたのはこのジジイだよ。大丈夫かじいさん。取られたのか。ああ打ち手の3人は無事セット台をゲット。こうして怒涛の一日の火蓋は切られたのであった。まずは普通に打ちながら店員と4人組の動きを観察だな。店員は全く気にしてないようだな。問題は連中だな。こんなに空き台があるのに全く座る気はない。完全にセット台狙いだけど、俺たちが抑えてんだから諦めるしかないだろうにさ。くそ、しかしこううろうろされたりガン見でマークされたんじゃやっぱやりづらいな。たく邪魔くさい連中だぜ。金ちゃんも自重してるみたいだな。あれ、いやマークしてるのは3人じゃなく三島さんの台だけだ。そうか、あいつらはセット台を1台しか知らないのか。あいつらがマークしてるのは昨日タコ出ししたあの台だけなんだ。ってことは今だ。やっぱり俺たちは眼中にないみたいだな。よし、そうと分かればセット解禁だ。ここから二前青年は4人組の隙をついてはセットを決めた。その様子を見てた金ちゃんもシフトチェンジ。よし、金ちゃんも気づいたみたいだな。問題はガチマークされてる三島さんの台か。え、俺たちより出してんじゃん。どういうことだ、この状況でセットやってんのか。違う、引きだけで出してんだあの人。しかもリーチ目作っては右リールでわざと外して平で打ってるの猛烈にアピールしてるよ。役者だな、さすがだ。よし、この調子ならしばらくはバレずに打てそうだ。チンコロだ。金ちゃん。二前青年からのワン切り電話で危険を察知した二人はセットを封印。現場を抑えられることはなかったが、11時過ぎで3人とも1箱以上の出玉があったこともあり、そこからは店員も厳しくマークにつくようになってしまったのであった。どうするアブ、これ
じゃ待ちは開かねえぞ。いよいよ来る時が来たかな。少々早いが、セットバレバレの全開ぶっこ抜きモードに突入するしかねえか。おい、店員さん。コイン詰まりだ。あ、はい。おい、こっちもエラーだ。こっちも。こっちもだ。え？おい、何してんだ。早くしろよ。おい、まだかよ。ただいま。すみません。少々お待ちください。こっちはコイン切れだぞ。なんじゃこりゃ。エラーってそんな自在に出せるもんなのか。たくやべえおっさんたちだぜ。よし、ここからは俺たちの仕事だ、金ちゃん。可能な限りのセットを決めてやるぜ。ファイヤーバードを攻略したことにより、すっかり攻略する面白さに目覚めてしまった二前青年であったが、スロプロにはなりきれず、その後は職を転々。平成3年10月からは大手樹脂メーカーの工場に勤務していた。8時間ごとの1週間参勤交代制。毎日スロを打てる時間が得られ、楽すぎずきつすぎずの仕事で周りもいい人ばかり。この仕事なら続けられるなんて思い始めていた。だけ、またスロか。今度俺にも教えてくれよ。いつでもオッケーっすよ。じゃ、お疲れっす。しかし、そんな矢先、事件は起きたのだった。それは幼なじみのウエポンと近所のホールで打っていた時のこと。ウェポン、どうかしたか。腹立つわ、隣。ああ、座っていきなりビッグ引いて、そこから連チャン止まんねえもんな。おかしな打ち方してるし、なんか怪しいんだよな。こっちは2万もぶっ込んでるのによ。おかしな打ち方？挟み打ち？周りに気使ってテンパイ音を鳴らせないようにしてんのかな。いや、順押し以外じゃ子役こぼしまくるセンチュリーでそれはないか。あれ、あいつただ挟んでるだけじゃなく一枚掛けで打ってんじゃん。お、テンパったけど一枚掛けで冗談じゃ。え、三枚掛けに変わってる。どういうことだ。なんなんだよ今の。これが後に世界全滅打法と呼ばれるセット打法との出会いだった。なあ、絶対怪しいだろう。なあ、めちゃめちゃ怪しい。何勝手に俺の店で出しまくってんだよ。完全に頭きた。俺ちょっと裏で締めたい。待てよウエポン、別にウエポンの店じゃねえし。もう少し様子見ようぜ。うまくいけば俺たちも真似できるかもよ。マジか。でも俺たちが見てるのバレたらやめちゃうかもしんないから、ウエポンは横見ないで普通に打っててよ。俺がウエポン越しに監視するからさ。よし、わかった。こうしてしばらくその男を観察していると。そうか、7がテンパイした時点で2枚コインを追加するのか。それが受け付けられるんだ。そういや、この台生産ボタンを押すと1、2枚しか払い出しされず1ベッドだけ残るのが前々から不思議だったんだけど、もしかしたらそれも関係あるのかもな。よし、とりあえず流れは大体分かった。まずはクレジットゼロで生産ボタンをオン、コインを1枚投入してレバーオンで、左リールに7を狙ってと。よし、これはまあわけないと。次に挟み打って右リールに7を。滑った。あいつもここで手間取ってたし、どうやらランダムに滑りが発生すんのかもな。けどそれさえ乗り越えられれば。来た、テンパイ。
ここでコインを2枚追加。するとベッドランプが、くぅ、ダメか。なんか見ようとして。てめえ、いつまで俺の店でおかしな真似してんだ。おい、なんだよ急に。アブ、もうダメ、俺限界。あちゃ、名は体を表すとはよく言ったもので、もともとウエポンは名字から来たあだ名だったのだが、成長するにつれ本当に兵器のような男になってしまったのである。ちょっと来いや。ちょ、話せよ。切れたウエポンを沈めるのは容易じゃないんだよな。ま、5分して戻らなかったら様子見に行くか。しかし、あと少しだったのにな。お、あ、2枚追加できた。ってことは、え、なんだよ、中も滑んのかよ。けど、とりあえず2枚追加は成功した。よし、もう一度。が、さっきはなんでできたんだろう。何してたっけ俺。あ、そういやレバーを長めに。という具合に試行錯誤していると、じゃあ今度は生産ボタンを押したままレバーをゆっくり下げる感じでスタートで、できた。そして、ついに人生初のセット打法によるビッグボーナスをゲットしたのであった。できた。そこからは思いのままに7を揃えられる面白さに完全に魅了され、ブリブリビッグが連チャン。中段では7は揃わないことや、押しっぱなしにするのは生産ボタンだけでも良いことも分かった。そして、あ、すっかり忘れてたけど、どうやら無事だったみたいだな。追い返してやったぜ。あ、すげえ出てんじゃん。ウエポンにも手順を教え、何か問題を起こしかねないから本当は教えたくなかったけど。で、ここでコインを追加だな。そう。うひょー、すっと楽しい。ウエポン、声でかいって。その日センチュリーで一番出している台より多く出さない程度に喜びを味わったのであった。翌日からは仕事帰りに数軒のホールを回った。ウエポンといつも一緒だと怪しまれるので基本別行動で、時間をかけ少しずつ出玉を増やすスタイルでセンチュリーとその兄弟たちで稼ぐ毎日。日頃から平で打っていたためリール制御も熟知していたので、左リール、7、青リンゴ、ピエロからの順押しならランダム滑りに邪魔されないことも分かり、準備目から瞬時に決める手順も考案。怪しまれることなくセットライフを満喫していたのであった。この調子なら車も買えるかも。それから一人暮らしも始められるぞ。いや、それどころか人財産築けちゃったりするんじゃないの。ところが、あれ、マジか。ここもかよ。アブ、ダメだ、こっちも全滅だ。マジか、一昨日まで何の問題もなかったのに。ほんの数日の間にほとんどの店で対策が取られてしまったのであった。俺、仕事辞めようと思ってたのに。よかったな、辞めなくて。はあ、でもせめて車だけでも手に入れたかったな。こうしてわずか1週間足らずでセンチュリー兄弟の攻略はあっけなく終了したのであったと思っていたのであるが、あれ、この台、対策されていないセンチュリーの兄弟機リバティベルと出会ってしまったのである。この出会いが二前青年を大きな濁流へと誘う呼び水となったのであった。チャンネル登録しなくていいです。したい人だけしてください。さよなら。